確かな技術とサービスを誇る日本のヘアサロン。世界中からたくさんの人々が来日し、注目が高まる今、ヘアサロンの感動体験を新たな日本文化として発信していきたい。その思いでガイドブック髪カリスマは生まれました。世界に誇れる日本の美容師たちの思いに迫ります。ヘアサロン K2 銀座。谷口みどりさんはテレビや雑誌などのヘアメイクとしても活躍し、感度の高いおしゃれスタイルを生み出すと人気の美容師。2024年の髪カリスマで初の一つ星を獲得しました。私が得意なのはトレンド感のあるちょっとおしゃれでエッジがあるロングヘアだったりとかミディアムヘアが得意です。例えばですけど、ロングヘアの方ってあんまりこう変化がなかったりとか、切ってもらっても変わり映えしないみたいな感じが多いんですけど、普通のロングヘアなんだけどどこかしらにちょっとこうポイントがあるだったりとか、ちょっと繊細にこうデザイン入れて変化を楽しめるみたいな感じが得意というか好きではあります。なんかこう自分が思ってる自分とこう人が見る自分って違うと思うんですけど、こう潜在意識の中に私ってこういう感じだって絶対人ってあると思うんですけど、そうじゃなくてこう客観視した時にあなたってこういう風に見えてるし、こういう風にしてあげたらもっとより一層良くなるんじゃないかなっていうのをこう教えてあげたりとか、それを髪で変化させてあげるっていうのが私はこうポリシーというかお客様に一番してあげたいことかなと思います。そんな谷口さんはこれまで培ってきた K2 のメソッドが外国人のお客様にも喜ばれることを実感しているといいます。土地柄結構外国の方いらっしゃる方がすごい多くて、 K2 でこう取り組んでることがもともと海外の方向けではないですけど、ちゃんと理論がありきの小顔カットっていうのを K2 全体で提案させていただいてるので、そういう理論ありきの顔周りの似合わせとかっていうのが海外の方が来た時に自信持ってこう提案できるところかなっていうふうに思ってます。なんか海外の方ってやっぱ雰囲気でカットしたりっていうのが多いので、そういう理論をちゃんと説明してあげて、あなたはこういう顔型でこういうのが似合うからこうした方がいいですよって伝えてあげると、あ、なるほどっていうふうになってくれるので、そういうところが一番強みかなっていうふうに思ってます。ここで髪カリスマの皆さんに自分らしいアイテムを紹介していただきましょう。谷口さんのマイアイデンティティは？私のアイデンティティは黒いお洋服と黒い自宅の家具です。顔立ちがもともとはなんかこう幼く見えやすかったので、どっちかというともう少しこう凛とした印象を見せたくて、そうした時に選んでたら黒がやっぱり締まるし、なんか黒着てると背筋が伸びるというか、可愛いよりかっこいいのも個人的に好きなので、家具とかも黒いマットなダイニングテーブルとか、なんかそういうのを選んでますね。続けることと、あと仕事をまず楽しむことですかね。人気になりたいとかっていう風なっていうよりも、まず楽しんでいく。で、楽しんでいくと共感してくれる方だったりとかって増えていくから、楽しんでる自分に対して、あ、いいなって思ってくれてる人がどんどん増えてきて、それが最終的に結果になるっていう風に思ってるので、忖度なしに楽しんでたら、きっと結果って出るんじゃないかなっていう風に思ってるので、そこを一番大事にしていけたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。